はい、どうもよしです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。今日はリプレイ解説なんですけど、使うデッキは、こちらのダクネの入ったエリゴルレイジのデッキになります。じゃあちょっと、はい、紹介していきたいと思います。最初の試合、2.6 ホグですね。基本的にこれはファイアスピリット入ってるんですけど、まあ正直アイスピ入ってた方がこっちとしてはきついですね。やっぱりインドラの攻撃がリセットされることもあるんで。まあ基本的な相性で言うと、まあ、10回やったらそうですね、2回勝てるぐらいの相性になります。これもマスケ、はい、逆サイドに出してくれたのは嬉しかったですね、かなり。これ、同サイドとかだったらもうしっかり防衛されて、で、カウンター、食らうんで、これは。そうですね、まあ、これで、まあ、2周目マスケ、回すんですけど、まあ、そのおかげで、そうですね、タワーに攻撃が入って折れたって言ってるような感じになります。さっきの、マスケのところで、同サイドに出されたら、正直もう、ほとんど守られたと思うんで、これはちょっと、はい、美味しかったですね。まあ、正直、ここ、なんて言うんでしょう、こう、もう一個タワー折ってるので、守ろうかなと考えてたんですけど、でも、この場合ってやっぱ基本的にまあ、負けるパターンが多いので、やっぱり攻めないと勝てないなっていうのは、どっかで思ってましたね。やっぱ1-0で、勝ち逃げしようとしても、絶対に守れない部分、絶対出てくると思うので、やっぱりエリゴレは正直やっぱ、そうですね、1-0でリードしてるからといって、まあ、消極的になるのは、はい、良くないと思います。やっぱりしっかりちゃんと攻めてあげることが、このエリゴレレイジの、まあ、重要なポイントですね、これはもう。でもこれ守れないと思ったので、もう基本的に逆サイド、はい、ダクネ出しました。守れないのに出してしまうっていうのが、まあ一番、はい、良くないことだと思うので。そうですね、これはもう、これトルネード、はい、間に合ってくれたんで、これは美味しかったですね、もう。まあなかなかすごいギリギリな試合だったんですけど、やっぱり相性的にも正直きついんで、これはちょっと勝ったのは大きかったと思います。次、ラババルーンの、ファイアボールと、矢の飴の入ったデッキになります。正直普通に組んでたらもうこれ矢の飴とファイアボールで全部処理されてしまうので、まあそうなると、まあどういうことかというと、まあ普通にやってたら勝てないっていうことですね、もう。まあどっかしらのタイミングでちょっとトリッキーな攻めをしないと、まあダメージが通んないのかなっていう風な感じになります。まあ普通ラババルーンで、キは基本的に、そうですね、まあ、ファイアボールか矢の飴、どっちかが入ってると思うんですけど、両方入ってるっていうのはすごい珍しいと思います。これ幸いインドラが残ってくれたのでタワー折れたんですけど、この展開だったのは正直美味しかったですね、これは。1-1になったら、まあ、まだチャンスあるかなって感じですね。まあ、もちろんそのラバ側の方も
1-1 になった状態で結構強いんですけど、まあ、やっぱりその、ファイアボールとヤラメ持ってるんで、まあ、どっちかのタワーをこう、2択で、その時の状況によって、まあ、攻めるタイミングとかずらすことできるんで、そういった意味ではすごい美味しかったのかなと思います。そうですね、もうどうしてもヤナメとファイアボールでほとんど処理されちゃうんで、こっち側としてはちょっときついかなって感じですね。これもうそうですね、もう端前ラバー来たのもかなりやはりきつかったですね、正直。これちょっとインドラ出すところちょっと工夫しました。やっぱりファイアボールで巻き込まれる可能性あるんで、これはでもこのファイアボールとヤナメを打ってきたタイミングでもうその隙を狙って、そうですね、エリゴレとバトルヒーラー出しました。まあ、このおかげで、はい、最後、ダメージ通って勝てたみたいな感じですね。じゃあ次、ラストですね。ホグクエイクのデッキになります。相性的にも、やっぱ正直、まあ、トントンかなと僕は思いますね。やっぱり、ヤナメ自分持ってるんで、まあ、2周目回ってきても、まあ、どっかのタイミングで、まあ、トルネードなり、ヤナメなり、まあ、どっちか使うことができるので、そういった意味では結構、まあ、相性は、まあ、きついんですけど、まあ、そこまで悪くはないのかなって感じですね。まあ、ここはもう、ヤナメを、はい、出して、もう普通に攻めていこうかなって感じですね。これ美味しかったですね、めちゃくちゃ。もうヒーラー出さずにもうライドラとインドラで攻めようかなって感じですね。もうそれがまあうまいこと、はい、形になってタワーが折れたので、これはちょっとでかかったなと思います。まあ、正直言って、ここ、さっきの防衛の時にロケット方針に穴埋め裂いちゃったんですけど、まあ、許容してもよかったのかなと思いますね、正直。まあ、あとはでも、ここまで体力残ってしまえば、正直、あとは守るだけで OK ですね、やっぱ。タワーが、まあ、1000とか、まあ、1200、300とかぐらいになると正直ちょっときついかなと思うんですけど、まあ、2500とかそれぐらいあれば、まあ、まあ、守れるのかなと正直思いますね、僕は。そうそう、これ何のバルキリーかちょっとよくわかんなかったんですけど、これちょっと美味しかったですね。もうあとはもう守るだけって感じです。これはもう。これ正直ヤナメちょっと必要なかったんですけど、まあ打っちゃいましたね。はい。でも最後の、はい、防衛でレイジをタワーに打って、で、GG といった感じになります。っていうな感じで、はい、6600いきましたね。結構
まあ、波があって結構きついんですけど、やっぱタワーが入った時は結構あの相性覆るんで、そういった意味では結構あの、すごい、そうですね、結構あの、いいデッキかなと僕は思います。今日の、はい、動画は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。